十秒。<ー><ー>はい<や>。はいだ漫才大丈夫、うん、漫才からみえんなよしおっれます <laughs> よーしおっれます <laughs> <laughs> よーしおっれます, <laughs> あれます <laughs>

なんだば、急に歌い出して。海水塩分高めて美味しいだろ美味しくないよ。海水飲み物じゃないからね。勝利。何よ。今日、海の日だよ。あ、本当にね。夏だしさ。夏だ。海のシーズンやってきたよ。うん。勝利。海といえばやっぱりビーチパーティーでしょ。ビーチパーティーうん。そうなんだ。お前、違うの違うのじゃあ、お前、海といえば何ね。海亀ガメのサンラなんでよ。 矢のイメージどうなってるべそうだろなんでよ他にはやっぱりマリンスポーツとかね。マリンスポーツね。バナナスポーツ、バナナボートとかいいんじゃないバナナボートとか楽しいもんな。じゃあお前他に海といえば何だと思うえっと、卵から帰ったウミガメの子供が海に帰ってる途中に鳥に食べられる。嘘でしょなんで海のイメージそれだばよ。もっと楽しいやつないば。楽しいことうん。 わかった。わかった？浦島太郎。カメ忘れる。 こんばんはー。はい、始まりましたー。クーター進化の集まれ終わった進化。はい、始まりましたね。第3回。3回目の。始まりましたよ。そうですよ。<laughs> <laughs> じゃあちょっと自己紹介しましょうか。そうですね。はい、どうも、クーター進化の顔が濃い方、山城みなとです。はい、で、クーター進化の顔が濃い方、荒垣勝利です。よろしくお願いします。ますーどっちも顔濃いよくね、ねえ、やっていってい今日もこれですね、<laughs> この今目の前のね、<laughs> うん、このツイキャスユーストリーム配信してる動画をね、うんうん、こっち確認。 しながら僕たちも今ラジオ進めてるんですけどそうなんですけどまあ濃いな今日も俺日ね顔が <laughs> いつ薄くなるのかないやー本当に楽しみですけどね <laughs> 薄くなる日がくん <laughs> のかないやもう早くも,もう3回目の放送 <laughs> 本当ですねであのー、今週はオープニング漫才のテーマが海ということで海ですよはい先週がね立候補そうそうそう、ね、テーマがテーマが立候補っていうテーマで1週間漫才して 今週は海というテーマで各芸人が漫才してくれると思、はい、ますのでよろしくお願いします3回目の放送はいどうでした先週は先週は、うん、一応先々週よりはやっぱ落ち着いてできたよねまあ先々週が1回目だからね <laughs> はいあの時まあ確かに相当パタパタしながらだったから <laughs> 本当にね先週は確かにちょっとは落ち着いてできた気が、うん しましたけどね。だから今週もね、うん、先々週よりは落ち着いてできるんじゃないかなって思うんだけど、ね。だといいね。よろしくお願いします。<laughs> あの本当に。まああの皆さんぜひぜひあのメッセージもそうですし、はい、あの今ツイキャス、ユー、うん、ストリームをご覧になっている方、うん、あのまあツイートだったり、そうですね。あのそしてですねツイッターであのハッシュタグワッターシンカー、うん、ひらがなでハッシュタグでワッターシンカーってひらがなで打っていただければねあの番組に関するツイートとか。 僕たち紹介していきますのでどんどん読んでいくんでねぜひぜひ参加してくださいよろしくお願いします動画で見て聞いてラジオで聞いてはいよろしくお願いしますはいお願いしますまあで今日もはいコーナーやりますよ先週と同じコーナーやりますあの3つね最初のコーナーが「なりきりゲスト」なりきりゲストというコーナーでやりますよでいてコーナーが「俺たちは大きくなった」自分の人生で 成長を感じたエピソードとかね大人になったなってエピソードとか紹介しますので皆さんもちょっとそういうのがあればぜひぜひお願いしますお願いしますで最後が「これでお前も好きになる」って好きなものをご了承しするっころねありますので今日も最後まで聞いてくださいよろしくお願いしますよろしくお願いしますで今日はさあの FM 義ドワンさんがお昼トロピカルビーチで。 そうだよねあのー、売店でさ特設スタジオ作って生放送やってましたけどやってたそこにちょっくらねちょっ出させていただいて15時過ぎぐらいかなそうだね、うん、あのー、まあちょっとさ曇ってたら曇ってたけど、うん、あのー 小雨もチラチラしてたけど,たけど結構でも人も多くて楽しそうだったよね海の日だからね海の日うんとっても人がいてもう大にぎわいでね駐車場止めれなかったもんねだからよ <うん S 1> 駐車場止めるのも大変だったね <うん S 1> 車もたくさんいてあのーで うん、海の方を見ながらラジオやるみたいな窓からも海でみんなが泳いでるの見ながらな、ね、新鮮な気持ちで <laughs> 喋るみたいなね<で>楽しかったですよねしたら3人ぐらいのすっぽんぽんの子供が、うん、ああね四歳34歳ぐらいの丸坊主の3人ぐらいの少年が丸バイでワイワイ歩いて,るってい、ね、めっちゃ可愛かった海でしか見られない子で全裸の少年、ね、いというわけですけど <laughs> まああのこの FEC チューンの告知でねそう出させていただいてまああのお昼も見ました聞きましたっていう方もいましたらぜひぜひまたこの番組にも参加してくださいよろしくお願いしますでさ今日はいい日だねどうした海の日っていい日だね海の日にいや本当にいいことだらけでどうしたどうしたいやいやだってさ今日だから2人でうん トロピカルビーチで MM ノワンの帰りにね2人でラウンドン行ったそなんだよね楽しかったね2人でラウンドワン俺は全然楽しくなかったねアミューズアミューズメントコーナーアミューズメントコーナーお前ないやもう本当に楽しかったね港があのラウンドワンの UFO キャッチャーでスライムの、ね、人形を取るキャッチャーあのドラゴンクエストのスライムっていうキャラクターがいるんですけど頭が玉ねぎみたいなそ,うそ,うそ,うそれのさ、うん、結,構結構大きいクッションの UFO キャッチャーやったんだけど、うん、取りました <laughs> しかも4回のうちで2回4回やって2つ取りました 2> 2つ取ったんだよ でさ今日あのー、持ってこようと思ったわけよ、うん、ああこっちにねはい忘れました忘れんなよ完全に <laughs> 持ってこいこっちお家出る前にそれにもたれて横になってたんだけど <laughs> 忘れたな忘れんなちょっとあのすごいユーストリームうんあの動画ちょっと見え見見ええますかこのちょっとっ <laughs> 頑張ってみせこっちこっちだよほんとに まさか2つ取れるとは両手にスライム一応俺の方がびっくりしたよ、うん、<laughs> めっちゃうれしかった <laughs> めっちゃうれしかったスライムベストスライムですよ分か <laughs> らんけど本当に UFO キャッチャー皆さん <laughs>、うん、どうですかその UFO キャッチャーやって <laughs> あ,ある前に俺は おそう、スター・ウォーズのなんかスター・ウォーズのなんか飛行機操縦して戦うみたいなゲームやって、デジ酔うっていうね、360度画面のすごかった中でね、めっちゃ酔ったあれも楽しそうだったけど、あれも楽しそうだったけど絶対 UFO キャッチャーの方が楽しい、100%俺もなんか撮りたかった、やったしね、ほんとにもうよかったよ、ほんとにめっちゃよかった、すごめっちゃ羨ましいわ、いや、俺最初さ、俺マジで。 取れるもんじゃないさ、簡単に UFO キャッチャーってね俺もちょっと面白がってやったわけよなんか「取れるんじゃねえ」ぐらいのなんかさ軽いノリでやったら1回目で結構持ち上がりよっとさあのブツがあの大きめのあのあれがねそう、結構持ち上がって持ち上がってあのちるうん商品が落ちるところの近くにゴーンってまた落ちっとったさこれまた落ちる要領でなんかバウンドして。 来るんじゃないかなと思ってまた200円入れてやったら落ちないでそのまま持ち上がる <laughs> すごいねたまたま角度が良かったんだろう<ー>で200円で取れたからあれこれ余裕じゃねみたいなもう一回やりてーって,てあのさおっきいぬいぐるみの UFO キャッチャーって一つのところに一個だけさ、うん、あので奥にいろいろストックが飾られて,てるそうですね すいませんあのスライムまた置いてくださいやりますので置いてもらってそれも200円で取るっていうね <laughs> すごいはあこれなんか幸せだったね人生で一番幸せだった今度俺もなんか取ってほしい時呼ぶからさはい <laughs> <laughs> はいって何度もちょっと多めに取りますけどここからお願いします<え>値段は多めに取るっていう、えー、始まりますよ <laughs> 私から集まりはししみだ 愛知県のゆいみさん、こんばんは。こんばんばは、えー、NR46 さん、こんばんは。ぜひ、番組に最後まで聞いて楽しんでください。他の皆さんもぜひぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。じゃあ、CM 挟んで最初のコーナーいきましょう。はい。最初のコーナーいーーきますよ。いきましょうか。は <laughs> はそのままで今日は そうです、ね、はい行きましょう三連休ずっと練習試合大会学生かなすごいですね練習試合,習試合学生さんあとでちょっとね触れたいなって話聞いてみましょうか三、うん、連休ずっとええ十一急に減ったな <laughs> 聞いて三 <laughs> 連休 大変だあ変でも祭り行けたから嬉しかったね祭りって何かありましたっけああれ海洋博の花火祭りかな土曜日あったからねうんはいじゃあなりきりますはい、はい、なりきりってくださいなりきりまーす 続いての、あ、違うね。最初のコーナーは、なりきりゲストはい、このコーナーは、知名度も皆無で、ゲストも呼べるはずのない僕たちが、いろいろ考えた結果、コンビの片方が架空のゲストになりきって、トークをしようというコーナーでございます。で、本日、第3回目のゲストは、すぐに帰りたがる人 ヒロダ、疲れさんです。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。早いです。帰らないでください。なんすかお疲れ様でしたが早いですから。本当にさ、えー。まだ始まったばっかりですからね。帰っていいですか <laughs> いやでいなんでよ。なんでそんなすぐ帰りたがるんですかなん本当に。なんすか本日のゲストはすぐに帰りたがる人っていうのもおかしいけどね。何がよ。自己紹介お願いします。 いいんじゃないですかいやよくないですよ。なんでなんでそんな帰りたがるの自己紹介自己紹介お願いします。あともう、キロダつれと言います。キロダつれさんです。よろしくお願いします。はし、もう当に。なん何なんですか返しても。帰らないでください。今、今何時なの今、11時12分です。11時12分はい。遅っ遅くないですよ。いや、帰りたがる人あんまいないですから。帰らしてまジでキロダつれさん。何 あのー、毎回ゲストの方、うん、なんか呼び名みたいなの決めてるんですよ。呼び名そうなんですよ前回のゲストはベトナムからの留学生、うん、頭死にビッチャーさんって方だったんですけど、うん、ビッチャーさんって呼んでたんですよあそう、はい、だからキローダツカレさんも何かあだ名とかあればそれで呼びたいなってな、うんでもいいよなん <laughs> でもいいじゃないですよキローダツカレさんどうですかキローダツカレキロロとかキローロ <laughs> ノノリリじゃないですか、スカッチャン、スカッチャン、意外と考えてきてるでしょ、一応呼ばれてたけどね、呼ばれてたんですよ、キロロって呼ばれてたんですね、面白いですね、もう帰らないでくださいね、帰るまだ始まったばっかりですから、終わりでしょ、もうこのコーナー始まってまた2分ぐらいですよ、長ってなんだろ、いろいろ質問していいですか、いろいろはい、まあ、1個だけなじゃん、1個だけな、少な。 1個だけならいいよたくさん質問しますよゲスト来たら質問してよそんな帰りたいっていうことなんで何学生時代部活とかされてました部活はいいやいやいやどういうこと部活なんか部活とかやっぱされてますだい大体分かりますけど大体分かるんだ大体分かりますけどいいさえ分かるならいいさえじゃないよかあるのかなって野球部です野球部ない。野球部でした野球部なんですかいや行ってなかったけどね うん、それはね。行ってなかった,かった。帰ってたよ。<laughs> 野球部さながら <laughs> 帰ってましたよ。帰宅部じゃないんですか？いやいや、来た。いや,いや、待ってさ。何何何？帰宅部が帰るのはもう。それ、当たり前のことだ。<laughs> <laughs> どういうことなの？それはもう、ただ普通の帰宅だろ。<laughs> 何かに属して帰ることに意味があるんだろう意味とか、帰ったらだめだと思いますけどね、野球部行けってかな話ですけどね。いや、行かんだろ、帰るだろ。行かない帰らして、逆に、なんで帰らないいや、今、ラジオ中ですから。なんで今、ここにいるのラジオ中ですから。帰らないの帰らないですよ。ずっといるんです。させていただいてるんです。かそうなのそうですよ。帰ったらいいのに。いやいや、帰らない、帰らないですよ。帰るよ、じゃあ俺。なんでそんな帰りたがるんですか。いや、帰らして、あ待って。は ちょっと待って。何はあ、マジかよ。<laughs> マジかよ。え、何帰るってお家に帰ることだと思ってないあ違うんですか違うよ。お家じゃないんですか違うよ。え俺、帰る場所を俺探してるんで今、はい。はいはい <laughs> どういうことですか自分の帰る場所を探す旅をしてるわけ。<laughs> 帰る場所を模索してるという,う模索してるね。<laughs> そうだろお前<え>それが変えるっていう意味だろお前なんか深いななんかわからないけど人間はお前みんな変えるところは一緒なはずなんだ <laughs> なんか深いですね同じ人間っていうことに、ね、よくわかんないんだけどそういうことだろお前そこを探してんだよおのおのの自分のねこう変える場所を今探してるの俺は そうなんですか。だからこんな今もう、あんたと話してる場合じゃないん違う違う違う、そう考えたらここも通過点じゃないですか、帰り道。1分1秒、俺はもう無駄にしたくれ。ね。帰っていい無駄って言わないでください、帰るまして。帰らないでください。何とか帰りたがって。じゃあ、はな何でそんな帰りたがるんですか帰りますよ。帰らしてくださいよ、もう。あんたが違います、違います。キロダさん、キロロさん。 えキロロって呼ぶの嘘だろ初対面だろ嫌が呼べって言ったら、キロ田さんだろキロ田さん。名前何かお前カキです。カキはい。ガッキーガッキーガッキーって呼ばれたら嫌じゃない嫌じゃないだろ初対面の人に。ま初対面だったらちょっとあるかなキロロって呼ばないでだから、気安く。あの、使っちゃうは。え、だから、あだ名やめてって言ってるでしょ初対面だろ何下の名前は何下の名前は勝利です。少々。 少々ってぬやが少々って呼ばれたどうじゃ少々って呼ばれたら何ってなるだろうなるけど急に俺が少々おし帰ろうみたいなこと言った嫌だろう。嫌ですけどそういうことだからそうなんですねスカッちゃんって呼ばないで気がすみませんすみませんキロダさんうんキロダだけどなんでもキロダだけど何お願いしますじゃ帰るよ帰らないでって帰らしてよもうホントに帰れもはじゃもう帰ってください いいですよ。お疲れさまでした。いやいやちょっと待ってよ。何ですか帰らないよ。いやいや、なんであんな帰りたかったのちょっと待って。はい。いや、あんたが帰れっていうのはおかしいだろ。<laughs> <laughs> いやいや、全然おかしくないでしょ。おかしいだろ。<laughs> いや、もうだってずっと帰りたがってるんだから。ゲストだよ。<laughs> <laughs> はい。俺、ゲストだよ。<laughs> ゲストですよ。 パーソナリティがゲストに帰れっていうのはおかしいでしょ引き止めないといやいやだってもうずっと引き止めても帰る帰る帰るっていうんだからじゃあ留学したとしましょう海外に海外に留学してホストファミリーが留学生来て帰れって言うか言わないけど言わないだろ言わないけどあんたが帰れってのはおかしいよだからえ留学生留学生が帰りたいっても言わないでしょ や、治安が悪かったら帰たくなるここ治安悪いばデージいいやし死にめっちゃいいさすこぶるいすこぶるいいでしょでも帰るよなんで帰るの帰るよ帰らしてくるんでじゃもう帰るお疲れ様でしたそら違うと何なのそら違うだろ帰れ帰らん帰れ帰らん帰るな帰る帰るじゃんなのそうそういうことだこれ何なのこのやり取りあのさ無駄な聞いて何 大切なのは反骨精神でお前何を座右の銘にして生きてるのおかしいだろ人の意思に沿って変えるのは違うでしょ全然違うそれはもう反骨心じゃないよそれはもう受け入れるだけの受け身だけの話でしょ大丈夫なのその性格で生活していけてますかあのさはい19歳だわけさ俺19ああ同い年なんだ19でしょ19ですよちょっとやっぱりさはい 反抗していこう反骨しむき出しでいこう人生うまくいってますは人生うまくいってますか全然いってない。デージ怒られる。その考え方やめたほうがいい。デージ怒られるけど怒ってくれるのも今だけだよ。もういいです、もういいです、帰ってください。いや、帰らんっつってください。お疲れ様でした。なんだもん、お前が帰れ。俺が帰れってなんだもん。そんなにゲストに帰れ帰れ言うんだったらパーソナリティーのあなたが帰ってください。家みたいなもんだから。 もうここがホストホスト言っちゃえばこっち家なの違う家ではないですよ例え例え例えですこっちの人に迷惑か大丈夫例えです上がったッ OK ですもう何が OK? 閉めようとするねお疲れ様でしたお疲れ様でしたえらんでらおかしいだろあんたが帰れての違う絶対帰らんじゃいとけ 帰るなのこれ帰<る>イヤホン外すなイヤホンじゃないヘッドホン <laughs> ヘッドホン外すなおや,や大学生だもん <laughs> ラジオの時ぐらいパーソナリティー <laughs> パーソナリティらしくやれよお前お疲れ様でしたあもう帰るよじゃんああ <laughs> 帰ってくださいいやでもうそんな帰れって言うんだって帰るはいありがとうございました今月のゲストは、本,本日のゲストはすぐ帰りたがる人を田つかれさんでした 早く帰れ帰るよだからなん <laughs> でまだいるもう帰ろうとしてたんだよ今 <laughs> してなかっただろ作業してただろ今シュレット座ってた。あしも帰るよじゃん今 <laughs> おまけんの帰るからなじゃん帰ってくださいお疲れ様でしたまた来るからもう来んななん <laughs> なの本当に。はい、ありがとうございました。じゃあもう CM をお願いします。 全然反応来ないですよ <laughs>。炎上するかなと思ってたんですけど <laughs>。このシリーズ、は、果たして続くのか、折友さんが。いやいや果たし、果たしてじゃなくて、果たしただから、ね。<laughs> <laughs> 果たした果たしたし続くのか。違う違うそういう言葉を知らない。<laughs> やめとけ。<laughs> なんでそんな冷たいの <laughs> なんですかこれ読みましょうね、後で。<laughs> おう全部書いて。はい ありがたいですね。いつも聞いていただいてますね。メールもメッセージもじゃあ紹介しながら、はい、20秒目で入っておきます。はい <coughs>。30分までどこでじゃ はいというわけではい、じゃ最初のコーナーが終わってありがとうございましたすいませんね最初のコーナーデージでしたよしになんか俺今トイレから出てきたんですよ港はあの、このなりきりゲストの時は絶対トイレに行ってるってことなんですけどもあの、もう嫌だよゲストの人絶対また来るからよ絶対また来るからよ何回もつぶやきながらあの人来るんですかってたよ、なんか <laughs> え大丈夫なのいやもう喧嘩しちゃって喧嘩したわけ大丈夫かみなとわからんと思うけど <laughs> マジな喧嘩しちゃってなんでなんでなんで変える変えるって返し五秒で変えるってわるからさええー。うんあ、でもなんか気持ちわかる気がするなわ <laughs> かるんですか多分さ、その人なんか言ってなかったら変えるって、うん お家で帰るって意味じゃないとか言ってなかったああそういうこと言ってたそういうことなんだよねやっぱりな <laughs> お前は共感してんのなんとなく分かるんだよ嘘でしょ共感してるの帰るっていうねええー、帰宅のキーじゃないんじゃない帰るい <laughs> あの意味じゃないんじゃないああそうそう,そう<味>言ってた言ってた、ね、言ってた お前もなんか悟り開いてるな愛知県のユーミンさんが次のキャラも楽しみ言ってくれてありがとうございます次のキャラはもうちょっとまともなキャラにしないなって思うんですはっきり言いますけど一人でも面白いとか楽しいって思ってくれる人がいるならやります本当に本当にありがたいですよネタも尽きたわけじゃないんでねあそうですよちょっとなんか斬新なのやりたいなみたいなここでねじゃあ少しメッセージ紹介しましょうこんばんは滋賀県の ようこさんさんからのメッセージようこさんありがとうございますはい顔の濃いお二人さんはい濃いですよ濃い顔大好きですよあ僕も大好きでありがとうございます滋賀県内地の方からはね結構あの濃い顔って俺受けがちみたいな聞いたことあるあ本当にあのえっとね先輩がめっちゃ顔濃い人がいるんだけど大学の先輩なんだけど内地東北とか北海道からお帰国に来た人 ここいいは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 い、はい、あのー、顔がこういう人って周りにいないからああイケメンとかって結構持ってったりする本当にちょ来週から東京に移住するから <laughs> <laughs> やめて <laughs> いや安易すぎるだろ考え,考えが 海の日海の日でした滋賀県もティーダカンカンで太陽さんさん布団やら洗濯を干しまくりで死に疲れたよお疲れ様ですでも今夜はほかほかのお布団だから寝るのが楽しみあいいですね今日のゲストも個性的でしたね個性的でしたね特に来週も楽しみだな最後までうたしくねということでまた楽しみにしてくれる人ありがとうございますありがとうございますね愛知県のユうミさんからもできればもっと癖のある人でということでもっと癖のある人いいんですか 来ない可能性もありますよ、次はやりましょうかようこかっこそねファミリーさんという方からツイッターであよこれもですかそうそうそうすごいゲストだったなということですごいゲストだったなありがとうございますあのですね先ほどの冒頭でもツイキャスでコメントしてくれた NR46 さん浦和の祭り で祭りがやってたあの3連休ずっと練習試合大会ってコメントしててだったんだけどでも祭り行けたから嬉しかったってことでどこの祭りって聞いたら浦和の祭り埼玉埼玉にいんのかな浦和埼玉浦和レッズとかねサッカーチームありますから浦和って今内地から聞いてるってことかなめっちゃ嬉しいでね嬉しいですねありがととうございいますちょっ詳しくは 聞かせてくださいよろしくお願いします。埼玉でも恋花は持ってますかね。どうなんでしょうね。それもじゃあ込みでちょっとメッセージお待ちしましょう。そうだったら浦和の祭り行かして。よろしくお願いいたします。はいじゃあここで。はい。もう一回メメッセージ。あもう一回メッセージしたいと思います。こんばんは。こんばんは。えお笑い大好き高校生さんから。あありがとうございます。はいよろしくお願いします。先週の土曜日。一昨日ですね。はい。お笑い劇場見に行きましたよ。 お、ありがとうございますお笑い劇場久シンカさんのネタ面白かったですあ,ありがとうございますトさんの椅子から転ぶところで大爆笑しました <laughs> 楽しかったよね <laughs> あれ楽しかったねあのおとといねお笑い劇場定期ライブがあって FEC、はい、ありましたお笑い劇場トーナメントってことでやりましたけど、うん、ねありました FEC で一番面白い芸人を決めるっていうライブ、ね、決める戦いですよガチンコの <laughs> まあ惜しくも僕たちはあのブロックで敗退してしまったんですけど初戦でねただよ、<だ>初戦僕たち負けたつぶやき知るうことつぶやぎしるうこと伊佐尾名護市部大先輩にに負けたんですけどその方が優勝しましたそのまま伊佐おさんが優勝しましたから <laughs> もう言っちゃえばあれですよ俺たちが準優勝みたいなそういうことですか。 さんがが点、点惜しいよねものすごい僅差で負けてるから僅差だからこれはほとんど勝ちだから勝ちではないけど勝ちではないけどほとんど勝ちにもうこうそういうことですからどういうことよ俺たちが準優勝みたいなもんですよだからそうそうでさこの功さんが決勝戦でネタやるときにそうそう俺が功さんに最初にもし決勝行 で、疲れてるんだったら、僕たちも出僕たち代わりに出させてくださいねって言いう。二位でしたのでね、伊佐さん疲れてないですかと、先輩。疲れてませんか。気遣ってね。気遣いで。出ますよとね。言ったら、あ、じゃ、あ3人で出るかって。あ、まあ、まじか。三人で出たんですよ。で、出たよね。 あのだからその2本目のネタがこの八木がラジオをするっていうネタで俺たち AD 役として<た>急遽小道具として僕たち出させてもらってね <laughs> いやすごいまあ独特のネタでしたね面白かったですね、うん、でで出させてもらうからさ、うん、笑ったらだめだっていうことを2人で話しててそうだよ、ね、最初で耐、うんま、えられなくて笑いましたけど <laughs> もう顔真,真っ赤にして我慢したけどね。 バカすぎてあまり無理だったね面白すぎてすごかったよ本当にすごかったねいやもう会場も完全にねなんかまあまあまあライブとしての良さがものすごく出たお笑い劇場だったかなと思って舞台でしかできないことで優勝したというかねああいうのってねなんか FE しらしさというかというかまあ生のライブでしか見れないことをやったと思いますので当にあにその日来たお客さん本当に得したと思いますよ のねあの今回さだから今月お笑い劇場トーナメントということで、うん、ガチンコの戦いやりましたけどっていうのも夏にあのお笑いバイアスロンっていうね大会がお笑いの大会があってあるんですよあの漫才とコント2本やって、はいうん、それで勝負して総合的にあの点数が高い人が優勝するっていうシステムのお笑いバイアスロンいわばもう夏の祭典になりつつありますけどねそうなんですよねお笑,お笑いバイアスロン、まあ、それに寄せた お笑い劇場の、またトーナメントということで。そうだったんですよね。ねうん、まあ、今日ね、そのお笑いバイアスロンの。一回戦。突破の、え、二回戦準決勝進出者が。うん、あのね。今日発表だったじゃないですか。そうなんですよ。お笑いバイアスロンの一回戦突破者が。うん、あのー、決まったと。 決きょう、われわれクーター進化はね、はい、なんとか1回戦突破しました。ありがとうございます、<laughs> 通りました、ねえもう本当に決勝を目指して頑張るっていう感じですけど、はい、あーユーミンさんも終われわれ1回戦突破おめでとう,とう、ね、ってことで、嬉しかった、まあ、そうです嬉しかったね、嬉しかった、まあ、クーター進化としてはまあ初めてのこうコンテストというか、はい、大会ということでね、そうですよ、みんなとかわいいですよ、どういうことあ<の>、ね、<laughs> よ。 2>, 2人で一緒に集まって結果発表を見ようみたいな違うんすよ <laughs> かわいいねそりゃそうだろ嫌 <laughs> だろお前 1>, 1人で見てさ1人で見て一人お前合格してなかった場合よお前, <laughs> 絶対お前もきついってそれ絶対 2>, <laughs> 2人で見よう,い,ういやいやいやでも本当にホッとしましたねホッ <laughs> とした今週の金曜日に準決勝がありますから、うん、そこに向けてまた調整してそう頑張りたいな決勝を目指して 頑張っていきますので FEC からも何組か8組ですか8組ほど取ってますのでまあもうだからバイアスロンの決勝ね決まるのも8組だからあ FEC みんなで通れたら嬉しいね嬉しいけどね本当に今日いい日だねみなとは今日いい日なんだよバイアスロン通ってバイアスロンも通ったしラジオゲストで出させてもらってラジオで FM 機能ワンのラジオにお昼ゲストも出て出てスライムを UFO キャッチャーで取るって。 2体取るいい言いすぎて言いすぎるねあと30分で今日も終わりますけどあ明日は悪い日かもしれないね言うなよ帰り事故るかもしれない言うなよ何でやお前そんなことや絶対事故るからやめてやめてごめんなさいごめんなさいそれはごめんなさい本当にいきますよ次のコーナーいいですかじゃあいきます続いてのコーナーは俺たちは大きくなった えー、このコーナーは満19歳である2人今年二十歳を迎え大人になろうとしている2人の俺も大きくなったなっていうエピソードを紹介するコーナーですはい、ね、ということですこのコーナーも、まあ、あのリスナーさんも参加しやすいと思いますので、はい、ぜひぜひあの大人になったなというエピソードがありましたら、はい、まあメッセージだったりツイッターだったりツイッターだったりぜひぜひよろしくお願いいたしますお願いします、ね、どうですか勝利大人になってタイプのエピソードあ,ありますよ、うんあのね モスバーガーに行くようになったどういうこと今までは100円持ってねああなるほどねマック一択だったけどねそうはいはいはいモスバーガー行くようになったよねなんていうかこうあの外食が増えたよねああそうなんだよなんか選択肢が増えた気はする確かに太るねまあまあ太ります太るよやばいよ俺8キロ痩せたよ8キロってすごいよね月から あの何、ー、ていうのあのー、3か月で8キロ痩せました8キロってすごいよ去年の年末からあのー、3月ぐらいまでにかけて俺も激太りしてからそうらしいねやばくてもうこれはまずいなってことで4月からちょっとダイエット始めて8キロ去年のまあ体重に戻,戻しましたああ<ー>本当にだからもうさ夜外に出れるようになったからそうなんだよあのーまあ、ライブの終わりとかでね、うん 芸人ワイワイしてラーメン行くかとかファミレス行くかとかねそうなっちゃうんだよね外食が増えてねもう本当にもう俺だから今もう考えられん何が夜からラーメン <laughs> もうダメもう考えられない本当に絶対行かないばあの今日、うん、ラジオ終わりで行こう 行こうかよ。行かんよお前。まっすぐ落ち帰る。明日も二限からで俺スペイン語の授業。スペイン語の授業。そうだお前ってる。ちゃんとやるよ。ちょっとだけ。はい。ツイキャスでちょっとあの反応があるんですけど、マイさん。マイさん。あれ、港？ってコメントが来てるんですけど、港だよ。違うか。違うか。港です。マイさん。港ですよ。ね知り合いかな？マイさん。ちょっと最後まで。 ぜひぜひ楽しんでってくださいよろしくお願いします。あのモスバーガーさ行くようになったんだけど友達とかとねやっぱ天然な友達がいて天然な友達がモスバーガーであのビッグマックください。でもさなんとなくわかるよそれあるよね。間違うとあるよね。ファミリーマートでエルチキくださいみたいな。あのさ俺実際に行ったよこれ行ったよね。行った行ったあのローソンでファミチキ一つって言ってファミチキ。 って店員が聞き返して、うん、ファミチキって言い返すわけさ、うん、あちょっとファミチキですか？な,ないんですよねみたいな。<laughs> いやあのいや,いやファミチキください、<laughs> ファミチキ食べたいんです。店 <laughs>、うんうん、員もあの L チキです。<laughs> んあのいやないですしか言わんから <laughs>。ずっと押し問答になってるやつ。<ー>ああ見る見る。<laughs> ダメだね。うん、あとあの。 ポイントカードをローソンで出してしまう俺のお母さんがやったよファミマでポンタカード出してしまうあるよねあるね間違いがちだよねはいはいはいありますよでですね事前に大人になったエピソードありますかって聞きましたはいはい周りの方にコーヒーを飲めるようになってきたあは同級生なんですけどねコーヒーねこの方確かにうんそれはわかるこうした時飲めないもん 俺一応コーヒー大好きだわ毎日水筒にも入れて持ち歩くんですけどあーコーヒー大好きなんだけどえっとね結構俺も飲めなかったねあそうなの,あのまあ俺お笑いやって、うん、あの高校生の時にお笑いねがっつり始めて先輩芸人にやっぱ憧れるからそうだよ、ね、先輩芸人がさあのファミリーマートのコーヒー持って事務所とかに来るわけさめっちゃかっこよく <laughs> コーヒー飲んでるわみたいななるほどあの憧れの先輩コーヒー飲みながら事務所来てるわみたいなで、俺も飲めもしないのに調子こいてファミマのコーヒー買ってさ飲んでさ飲めもしないのにうまとか言いながら同級生と遊びに行ったみたいなうわねえかっこつけてからあのさ湊が中学生ぐらいの時の話なんですけど中学校の時からやっぱお笑いやってるから多分その時からコーヒーは。 飲むようにしててるよね、多分。あ、そう多分コーヒー飲むようにしてたんだはず。どういうこと?。あの。販売機で、ブラックコーヒー買ってから、それ飲んで。甘いな。アホ丸出しだし。嘘つけ。ブラック甘いわけないだろ。いやいやいや。待って。いやいや、待って。ちょっと甘いやつ。格好つけるじゃん、ボケやし。ただの。いや、ブラックコーヒー飲んで、甘いな、はボケだよ。 俺もそれ見てあやかっこいいやつさって思ったいやいやいやアホですよ二人完全なる全然覚えてない何そのエピソードあったあったあ、そうなんだねえあのまあコーヒーそうそうで飲めもしないけどかっこつけて飲んでたらだんだん飲めるようになってくるわけよああコーヒーねで俺も今ちゃんとねもう好きになった好きになったんだなんかそういう人もいるんじゃないですかねいるよ 俺のお母さんもさ保育園の先生やってるんだけど保育園の先生たちの付き合いでコーヒー飲めないけど飲むようにしてたってああしたら今もう大好きだしねなるほどね飲まんと気が済まないぐらいああそうでも結構ね大人になってもコーヒー飲めないっていう人とかもいたりするけどねああゴリラコーポレーションの浩平さんあゴリラコーポレーションの浩平さんうちの事務所の先輩なんですけど毎日 大きめののレレモモンンテティィーーしか飲んんでなないだあの中学生とかがさ、うん、スーパーとかで買って飲むあのパックルの,やつパックのさあればっかり飲んでるわけストローさせてからそうそうそうで俺コーヒー飲んでたらコーヒー美味しくないだろ <laughs> レモンティーが美味しいよレモンティーが <laughs> レモンティーかわいいなレモンティーばっかり飲んでるんで甘いのが好きなの。に、ね、本当に,他にどうですかああの事前にいただいたエピソードで、うん、はいはいはい 一人でコンビニに入れるようになったっていう方がいるんですけどもん一人で入れなかったみたいですあのコンビニにあーどういうことですかまだわかんないコンビニに説明して一人で入れるようになったのが大人になったな大人になったなそれ何歳ぐらいの時な多分最近じゃない19歳ぐらいやばいだろいや普通に小学生とか一人で入ってお菓子を買ってるだろお前人で入れなかったいですよ ういことまあでもなんか高い買い物ああコンビニとかでもそうですし今まで一銭待ち屋とかだったけどそうそうそうコンビニで買い物しますまあお菓子だけじゃなくてなんかちょっと高めのねあとお金下ろしたりとかねコンビニであそれもんか大人になったなって感じると思いますけどうんそういうエピソードはいはいはい皆さんねこういったまあ自分のエピソードだけじゃなくてもいいですよ あはいはい自分の身の回りのねあの友達だったり家族だったりのなんか成長エピソードというかそうですね大人になったなとエピソードがあったらぜひぜひ番組宛にメッセージメッセージだったりツイッターツイートだったりよろしくお願いいたしますよろしくお願いします何度も言いますけどハッシュタグワッタシンカひらがなでワッタシンカでつぶやいてくれましたら読みますのでよろしくお願いいたしますお願いしますはいねま先ほどあの よ,よぎしこよぎしこジャパンさん、はいよぎしこジャパンさんうち僕ですね、某 FM 沖縄というところで、某、はい、FM 沖縄。<laughs> もう言ってるけどね、某って言ってるのに。某ユ、あのー,ボークルラブって言っ <laughs> 全部言ってるやし。某 AD をやってまして某 <laughs> <laughs> AD って言ってやがい。某 <laughs>、あのー、<laughs> 先輩の某中澤先輩っていう <laughs>、はい、もう言ってた番組の AD やってましてね、あのよぎしこさんは <laughs> あのちょくちょくメッセージ。 いただいておりますのでぜひぜひこのクータシンカーの集まり終わったシンカーも聞いていただけたらねよろしくお願いいたします黒紫さんこんばんはお昼の番組聞きましたよお疲れ様でしたありがとうございますお昼の番組の時もツイキャスのメッセージいただいてたんですよすいませんちょっと紹介できありがとうございます今日も最後までよろしくお願いいたします 人になったエピソード紹介していきたいと思います,いいす、はい、以上「俺たちは大きくなった」でした勝利がこれ解説して冒頭でうどんさん反応しよう 続いてのコーナーはこれでお前も好きになるこのコーナーはコンビの片方が好きなものをもう片方に熱くプレゼンし無理やり好きになってもらうというコーナーですでコーナーの最後にプレゼンされた側に好きになったかどうかを聞いて好きになっていただいたら合格、うん、好きじゃなかったら不合格っていうことでね、はい、やっていただくとまあこのコーナーも3回目でしてね、はい、まあ先週は勝利が。 港に僕にね、あのー、ロッキー映画「ロッキー」ロッキーを勧めてくれましてまあ今日はじゃあ僕から勝利へ、はい、ということでその前にですねはいそういったうどんさんはいコーヒーは僕ブラック派ですあコーヒーブラック派ブラックが今一番好きですねすごいね甘いんでブラックでも いや甘くないよブラックはブラックでさえ甘く感じちゃうんでね僕違う違う本当にね <laughs> 何カッコつけてんのコーヒー豆かじりますけどねえ <laughs> 何言ってるべコーヒー豆かじりますけどもってなんだっけ <はい S 2> <laughs> じゃあちょっとコーナー行きましょうかねまあだから今日はさだから俺から勝利にまあエゴをなすりつけようかなと思ってるんですけど今日俺が紹介したいのはドラゴンボールのベジータ わー、知ってますよ、ドラゴンボールは。ベジータ知ってるわ。ベジータも知ってるけど。ちょっとさ、今日さ、俺、ベジータについて、この、これから、あの、2時間ぐらい喋ります。え、長い長い。皆さん。長いから。ぜひよろしくお願いいたしますベジータってあの、M 字の。そうそうそう、あのゲーハーね。ゲー。いわゆる。言うな言うな。ね、ゲーハータですゲーハータ。え、ベジータだから。えー、まあ、好きなの、本当に。じゃあ、ベジータについて、ちょっといい話して。どうぞ。いいですかいい 軽くベジータの紹介しましょうかねどうぞどうぞドラゴンボールは主人公がさあの悟空孫悟空ですけど孫悟空の最大のライバルであって最大の仲間ですあなるほどねんとなくサイヤ人はいスーパーサイヤ人とかって聞いたことある聞いたことありますよベジータも悟空もサイヤ人という宇宙人なんですよあ宇宙人地球人ではなくてなるほどねであのまあテーマというかねこのドラゴンボールの舞台は地球なんですけどこう じゃなぜごくサイヤ人なのに地球に来たかっていうのを説明しますとサイヤ人っていうのは言ったら悪い種族なんですね。悪い種族サイヤ人の星があるんですけどいろんな星にサイヤ人は行ってその星の命その星の人間というか生き物を殺して自分たちの土地にしていくていう植民地を増やすいわば宇宙海賊的なねちょっと悪い種族で。 <で>そうなんでですねでたまたまあの悟空、うんあのー、サイヤ人の星で生まれて人間って弱いじゃないですかまあ人間は弱いでしょうねい、ね、番弱い生き物ですよ人間悟空とかからしたらサイヤ人、ねうん、サイヤ人の中でもせん、まあ、サイヤ人は戦闘民族だからあ戦,い戦いを好む種族。なるほどねで あのエリートなやつだったり、うん、下級戦士っていってあの雑草みたいなさ弱いやつとかもいて <laughs> そんな呼ばれ方するそうそうそう悟空は下級戦士だわけさあサイヤ人の中でもレベル下の方な相当レベルの低いサイヤ人らしくて強いイメージあるけど、まあ、悟空ぐらいだったら赤ちゃんのまんまあ生まれた瞬間すぐ地球に派遣されるわけはははいはいはい、はい、まあ地球である程度自分で育って、うん まあこいつが大きくなれば地球ぐらいだったらこいつの一人で征服できるだろうあ地球滅ぼしてくれるだろうとそうだから悟空が地球に送り込まれた理由は地球を滅ぼすためだったあそうなんだそうそうそうええー、であのかなそうそう,そう隕石みたいなのに乗ってきて落ちてきて悟空がああそれを近くを おじいちゃんが拾うわけですよ。で、サイヤ人気性が荒いから赤ちゃんの悟空拾ってももう暴れるわけ暴れるんだ。わ、元気がいいなって暴れるんだけど、崖から落としてしまうわけよ、悟空を。あこれは謝ってってことおじいちゃんが間違って。で、頭打つわけさ。頭打っちゃうで、頭打って、やばいやばいやばい、大丈夫かって抱っこしたら、暴れないで、とっても笑顔が素敵な少年に変わってたわけよ。あなんか脳の中の何かが変わってた頭打って、頭打ってよくなってるわけよ。 いい子にななってそうんだ性格が性格よくなってるえ頭打たなかったら確実に殺されてましたよそのおじいちゃんはあやばいねまあそのおじいちゃんの名前は孫悟飯って言うんですけどだから空から隕石みたいなね空から降ってきた子供だから孫悟空空っていう文字を入れて孫悟空って名前つけるわへえで育つんですけど育ってってさあのそっからなんですよ とってもいい子に育ってサイヤ人の星って一応惑星ベジータっていう星なんだけどベジータって名前の星なんですねベジータってさ王子様だわけよベジータ王って言ってこのの星王子様ベジータ王って王様の息子でとってもエリートだからこのエリートにはじゃあ星の名前つけてやろうっってベジータって名前つくんですけど惑星ベジータたまたまベジータが留守の間に滅ぶんですよ。 なるほまあ悪の陰謀で滅んじゃうんだでサイヤ人ほとんど壊滅しますでどこか俺たちの仲間いないかと仲間生き残りいないかって言ったら地球に一人サイヤ人がいる悟空のことなんですよなるほどねじゃあ地球に行って合流しよう悟空とはい悟空と合流してで、地球に行ったら鉢合わせるでしょ悟空とビジータお前なんか誰かああ悟空がねあれみたいなうん い,やいやお前何してんのみたいな <laughs> なんでこんな地球人と仲良くしてんの滅ぼせやーってお前滅ぼすために送ったのにさ送ってい,<さ>いや誰だもんって言ってるよしだから <laughs> 悟空はね,悟空はねいや俺たちサイヤ人だよお前もサイヤ人だよはいはいはいねサイヤ人、うん、いやぬわびとおかよ <laughs> 何言ってんだと 地球人だ地球で育ってるんだよお前何言ってんだよいやいやお前が何言ってるわここで戦いが始まるんすよねなんだの。いやお前じゃ地球を滅ぼさないで地球人かばうんだったら俺ここでお前殺すって戦いが始まるマジででベジータは風邪なめてるわけさ悟空が下級戦士だからあそっか雑草 VS でも悟空もやっぱり地球人って言いながらもとってもサイヤ人の血が騒いでさ強いやつと戦うのが好きだからうん そこでやっぱりベジータとの戦い楽しむわけよはははいいいでもそのエリートであるベジータと雑草である悟空は互角に戦うわけ雑草ってやめれいやこれ例えるならばクーター進化と先輩ですけどノブドブ秀ノブさんがやめてやめて本当に戦ってダめダめダめ互角に戦うくらいすごいよくないよくないよくないこれってよくない f l i v ブで信ノ信さん1位でクーター進化5位とナトミナトそういうことなんですよ。聞いてる皆さん、ちょっと分からないですけど。そういうことなんですよ。悟空に致命傷を負わされるわけ、で、うわ、強って負けてしまって、悟空も致命傷を負うわけですけど、引き分けだけど、引き分けけだどでも、エリートからしたら負けたわけ。なるほどね。で、悟空に負けたくないっていう気持ちで、地球に住んで。 その悟空がいる地球に住んで自分も修行していつか悟空倒してやるってことで修行して地球に住み着くんだけどそこでだんだん他の悪い敵とかが出てきて共闘するわけですよもともとぶつかり合ってた二人が、ね、共闘することによってだんだん仲間意識が芽生えて、うん、ベジータはね、うん、悟空を超えるためにたくさんもう夢中って修行して自分に夢中ってねそこにその頑張ってるベジータの姿に惚れたブルマという女 頑張ってる姿に惚れたブルマっていうキャラクター女の方がいるんですけどそのベジータに惚れてベジータと結婚するわけえでトランクスっていう長男が生まれるわけようわ下着下着ですよ今日は俺ボクサーですけどね知らんよ知らんよやるのは知らんよでだからでも言ってもさベジータはもともと極悪人でしょ極悪人なのになんで結婚できるかっていうねえ 話でよそうなんだけどだんだんベジータもみんなのこと好きになってくるわけさああそうなんだそうそうそうあのもう仲間もできて家族もできてうん仲間もできていやでもちょっと待てよとはいはい俺はサイヤ人の王なんだよ <あー S 2> こんな善人でいいのか <うん S 2> 自分がもう地球が好きになってきてる自分に嫌気をさして葛藤するわけですよそこでですよ悟空と戦うために自ら自分洗脳されて 魔導士にはい破壊王子ベジータという悪 <laughs> 急に悪いやつになりますベジータ <laughs> 急に悪いやつになるのうん、悟空と戦うためだけにうそ<嘘>すすごい追い込むね、はい、自分を今日はここまでにします<笑><笑>え嘘終わり今日はベジータがあの <laughs> えベジータが悪いやつとして出てきてきういいやつになったけどでも いろいろあって悪いやつになりましたってとこで今日は終わります待って待って待ってすいません<嘘>時間が来ちゃいましたベジータスーパーサイヤ人になったりしないのあのー、今日は何ももう言いませんそうなるあのーですね一瞬で髪染めたりしないのすいませんけど 2>,、うん、2週にわたらしてください <laughs> あのー、<え>これをねうまくまとめるのは無理でしたあのどうしても <laughs> どうしても話したいところがあるんだけど <laughs> それを話すともうあのこぼれます確実に終わります番組が来週あげますじゃんすいません来週湊さんに枠あげるんで、うん、本当に申し訳ない <laughs> 後半へ続くってことですいませんね皆さんこれはあの僕 <laughs> 僕の経験不足ですこれは一応俺この後結構面白いこと用意してたのにな面白い返しとか 用意してないだろ用意できるわけないだろこの先の展開俺話してないだろもっと面白いこと言いたかったなすいません、皆さんもすいません、気になってると思う方、ぜひ来週も聞いてくださいこんな聞かせ方あるんだ申し訳ないですすいません、じゃあ一応来週、じゃ好きになったかどうか聞くってことでいですいません、いいですか本当にベジータ好きなんです。よろしくお願いします。わかりましたじゃあ、以上。はい 「これでお前も好きになる」でした。 はいといとうわけでエンディングでございます。本当にすいません。本当にすいません <laughs> あのね、俺も考えてきたんだよ、ちゃんと俺、こっち来る前にさ、うまくまとまるようにさ、俺さ、<laughs> 昨日もちょっと練習したんですけど、無理だ、港事20分ぐらい喋ってます無理だ、無理だもん、これ、まとめるのはね、ちょっとあのどうしても話したい、ベジータについては。うそうですね、やりたいですねあの、はい、ちょっとね、ツイッター来てます、ようこさん。はい えー、内口バージョンの「ドラゴンボール」見たくなったなっとあおもしろそうですね,ねえあのうどんさん、はい、クーター進化 VS 信信英信すごい例え <laughs> <laughs> あのー、いや本当にそうなんですよ <laughs> そういうことなんですよ本当にねえマジですごい例えですねそういうことなんですよ <laughs> えーっとツイッター、えー、黒紫さん、はいはい、なるほどだからベジータはツンデレなのかツンデレなんですねねえまあまあまあ、まあ、そうですね分かりやすく言うとそういうことになるんですけどね はいまあいろいろまた来週話ししますのでメッセージが来てます先ほどツイキャストでもコメントしてくれたどうも帰ってくると靴下を2度匂いを嗅いでオエとするものですしないでください二度はい湊君大きくなったねはい僕のあそこも大きくならないかなうるさいよあ少しツンツンしたらでかくなってきたよよぎしこジャパンでしたよぎしこジャパンさんありがとうございます 夜中ですもん。いいですよ、どんどんこういうメッセージも送ってきてください。読みますのでね、晩内。いきますので、よろしくお願いします。黒紫さん、うちな口バージョンのドラゴンボールって、潤選手では潤選手やりそうだね。確かに。やってもらいたいね。潤選手にやらしたら面白そう。今度会った時頼んでみて。ね、ぜひぜひ。えー、Twitter、ヤッキーさん。はい。来週のベジータ、その2楽しみにしてるよ。あ、ありがとうございます。もしかしたら、もしかしたらですよ。はい。 再来週までなるかもしれないです。もうやめて、ほんとに。はい、すいません。再来週はさしてよ、俺。ほんとに。いや、ほんとに、すいませんね。分かんないから。ええ、まあまあま再来週じゃ勝利がね、プレゼンすることで、ほんとに来週ちゃんと。なとがどんだけ話すかわからないから、いや、まあまあ、まあ、ほんとに。だから怖くなってきてるよ。だから俺、第1回で、シャアについてさ、ガンダムの。うん。シャアについてやったけど、俺、あれも大変だったかんね。ああー、マジで。そうなんですね。 <laughs> じゃあまあエンディングということでですね、はい、ちょっと告知やりたいと思いますけど告知お願いします FEC 主催のですね、はい、フレッシュお笑い選手権大会っていうあのアマチュアの大会があります素人芸人さんの大会があ,のあるんですけど、はい、出場者を募集してます来週24日までが締め切りですので,、はい、でその予選がですね7月31日えテンブスで。 本戦が8月6日の土曜日、天、え、物、ー、ホールで決勝戦を行われますので、はいあのー、例えばねあの、アマチュアでちょっとあのお笑いやってみたいなとかっていう方がいましたら、挑戦してみてみください聞いてる方とか、ね、リスナーさんとかあの、このツイキャス見てる方ね、あの周りに例えばあのお笑いに興味あるとか、うん、ちょっとやってみたいなっていう人がいましたら、ぜひぜひこのフレッシュお笑い選手権大会の紹介をしてほしいと思います。はい、え詳しくは FEC のホーームページから そうですね、えー、応募フォーム等もございますので詳しい詳細もそこで調べてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします FEC うことでごはいイルということでございます。が担当しております。月曜日から金曜日この時間帯夜の11時から12時までの1時間はですね FEC 中運動っていう大枠でやってますので各若手芸人がはい面白い。 ベジータを。ベジータ関係ないから、お前だけだから。やっていますんでね。よろしくお願いします。皆さん、ぜひぜひ、お楽しみにしてください。今週は我々もね、ドライアスロンとかあるので、ありますよ。頑張っていきたいますので、皆さんもね、今週いちいち頑張って、頑張っていきましょう、皆さん。きましょうね、みんなね。本当に最後まで、ありがとうございました。来週も、クーター進化の集まり終わった進化、聞いてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは以上クーータの 集まれ、終わったシンカでした。お疲れ様すです、ありがとうございます。今ツイキャス。入ってますね。すはい <laughs>、えー。じゃあお疲れ様でした。予想<送>は終わりましたけど準決勝頑張ります。はい、頑張りますので。<laughs> えー、黒紫さん、えー、愛知県のゆうみさん、えー、お疲れ様ですありがとうございました。う,したえー、うどんさん準決勝千、はい、りようということで,で頑張ります。準決勝頑張りたいなよしいます、えー。黒紫さん、はい、今週の裏お笑い行きまわすということで。ああ<ー>。今週金曜日にですねあのー、那覇市の国際通りバンターハウスでライブハウスでねあの裏お笑い劇場というライブがありますので。ありますので、ねえー。金曜日の夜8時からございます。うんえー 予定空いてる方、ぜひ聞いてください。遊びに来てください。よろしくお願いします。<laughs> ます黒紫さんもよろしくお願いします。ええ、よぎしこジャパンさん、港をツンツンしてしません。<laughs> しませんよ。おじさんでしょ <laughs> おじさんでしょ、えー、<laughs> いや、本当に今日もありがとうございました。最後まで。また来週もよろしくお願いし。来週もやります。